ロックンロール。Are you feeling good? さ、いつもと大して変わらない動画のお時間がやってきましたよっと。そうです。まだまだ世に知られていないこのチャンネルでございますけども、何がいつもと同じになるかと申しましたら、ロゼワインを飲んで世の中に広めていきたいと、そう願いつつ酔っ払っていくチャンネルでございます。そう、嬉しいことにね、 YouTube でロゼワインを検索すると結構いろんな方々がね飲んでらっしゃるんですよ。その中にちょこっとね俺のチャンネルの動画も混ざって出てくるんですけども、ありがたいことですよね。そう、 Twitter でねどっかの誰かが言ってたんだけど、ロゼワインが全然広まらないとか少ないとかっていうことを話してて、赤と白の影に隠れちゃったままなんだよねって思いつつ見てたんだけども、それはもう飲んで地道にゆっくりゆっくりでも広めていくしかないっしょ。そもそも流通が少ないんだし、もっとね赤と白と同じように同じ扱いで商品棚に並んでくれれば、見る人も増えるし、見る人が増えるってことは興味を持つ人も増えるだろうから、いきなりドガンと数を増やせとは言わないけども、それでもね 5,6 種類まとまってロゼワインってトトトトトンと並んでいればちょこっとずつ変わっていくんじゃねえかなって思います。はい、そんな中でね、俺も微力ではありますが、自分がとにかくロゼワイン好きなもんでね、見てくださったあなたたちがこうあっちこっちに広めてくだされば御の字でございます。よし、それじゃあ飲んでいくぜ。今日ねご紹介するのはこちらの2本です。両方とも日本のワインですね。本日はサントリージャパンプレミアムマスカットベーリーエールロゼ、それとドメーヌコーセイメルローロゼ、この2本を本日は動画にしていく。よし、それじゃあ今日はこちらからご紹介していきましょう。ドメーヌコーセイメルローロゼ、室賀極辛口と書いてありますね。はい、裏ラベルの簡易コメントはなしでございます。長野県塩尻市のワイナリーですね。開封しましょう。はい、開きました。綺麗なちょっと上品さがあるピンク色ですね。よいしょ、じゃじゃん。まずは香りから。お、これはなかなか魅力的な香りがしますね。いただきます。なかなかフルーティーだけどそれなりのヘビーさがあるような印象ですね。あのフルーティーって なんていうのかな、果物のフルーツの甘さじゃなくて香りの方だな。どんなフルーツって言われたらちょっと困るんだけど、あんまり香りが強くない果物、リンゴとかさ、確かな香りはあるけど、ここまで鼻にグワッと入ってくる強い香りではない。そんなちょこっと漠然とした感想しか言えないな俺の口からは。あ、でもね、最初に受けた印象通り味わいもそこそこ上品かもしれないな。これ結構特徴的な割には鼻にも喉にもすんなり入ってくるのがいいですね。いや、うまいねこれ。そしたら今日もいつも通りおつまみを登場させましょう。まずは1品目、モウカザメの煮付けでございます。なんだっけな、正式名称がネズミザメっていうのかな。モウカのモウカが、モウカザメのモウカが何なのかも知らねえんだけどさ、一般的な料理法は唐揚げとか煮付けとか、あとはフライなんかね、一番一般的ですね。こうちょこちょこシチューにしたりトマト煮込みにしたりもするようです。じゃあ今日も
お魚タイム。いただきまーす。そもそもがね、モカサメって癖もないし柔らかい味わいなんですよ。今日は俺はスタンダードに煮付けにしてみたんだけど、いいですね。やっぱり無難に仕上がるって言っちゃちょっとかわいそうな言い方になるけど、やっぱりね、煮付けがすごく合います、この魚は。じゃじゃーん。かなりいいんじゃねえかや。申し分ないですね。そして生姜のちょっと刺激のある風味にもしっかり太刀打ちできるワインですね、これ。いやー、いいね。和風のスタンダードの味付けに合うのかな。魚が猛火だからっていうのもあるかもしれないんだけど、ブリみたいに脂が多い魚だったらちょっともしかしたら難しいのかなっていう思いはあるような気がするな。割と優しい仕上がりの煮物はいけると思います。うんうん。じゃあちょっと油もいってみますかね。唐揚げ、お酒のおつまみの代表ですよ。うん。今日はね、わさび風味に仕上げてきました。いただきます。へえ、こんなになるんだ。唐揚げのさ、下味をつけるときに生姜じゃなくてわさびを使ったのよ。わさびならではのあの香りはね、ちゃんと残ってて不思議な味がしますね。結構いけるんじゃない？そうそう、レシピの検索でそれ知ったんですよね。わさび唐揚げいける。あの、油が切れてないちょっとギトギトめの唐揚げってたまにあるじゃない。あれだと相当厳しいと思うんだけど、しっかり油が切れてて、なおかつそのわさびと塩なんですよね、メインの味付けが。お醤油を使ってないので、もっとさらにさっぱりした味なんですよ。それが幸いなのかもしれないです。うん。じゃあね、その洋風のおつまみを一つ試してみましょうか。オリーブ。でね、オリーブとパプリカの塩漬けっていう風に書いてあったのかな、確か。いただきます。いい刺激。オリーブの香りとは全く問題なく組み合わせられる。うん。酢漬けじゃなくて塩漬けっていうところがいいんだろうな、多分。これお酢の酸っぱさがあったらちょっとどうなるか分かんないな。ナイスですね。今日用意したおつまみではオリーブとそれからモウカザメの煮付け、この2つはねかなりベストマッチです。俺自分としてもなかなか嬉しい結果だな、これは。Here we go! そしたら2本目いくぜ。こちらは山梨県からですね。サントリージャパンプレミアムマスカットベイリー A ロゼ。ほのかな甘みと果実味たっぷりのフレッシュな味わい。華やかな香りと果実味が特徴の日本固有品種マスカットベイリー A で作ったロゼワインです。果汁を低温で発酵させることによりフレッシュでフルーティーな味わいを引き出しました。冷やしてお飲みください。さっきのワインの塩尻もそうなんだけど、山梨もやっぱりワインがうまいとこですよね。日本産のワインをまだまだ下に見てる人って結構多いみたいなんですよ。俺は幸い母親がワイン好きで、そういう偏見なくちょこちょこっといろんなワインを飲ませてもらってるから、別に日本のワインも飲めてるんだけど、なんていう話はともかく、まずは香りから。
お、濃厚だぞこれ。ん、いただきます。このワインの色の印象そのままの香り、そのままの味、なおかついくらかスカーンとくる感じですね。これはちょっと今日のおつまみが面白いことになりそうだな。モウカザメ煮付けから。選んだ食材は良かったかもしれないな。そんな個性がある魚でもないし、割と味付けに左右されるような、そんだけの淡白さだからね。さっきのドメーヌ構成のメルローロゼとはもちろん違うタイプのワインなんですけども、やっぱり難なく合わせられます。魚自体の味がさほど強くない分、調味料の味で勝負する範囲が大きくなるんだけども、どうしても。じゃあさっきと同じように、お次は唐揚げいってみますか。うめえなこれ。ビールとかバーボンとかいいんだろうな、この唐揚げ。悪い組み合わせではないですね。悪かねんだけどっていうところはちょっとあります。そう、嫌な印象は受けないんだけどね。下の奥でこれの2つが絡み合うんですよ。そこでもしかしたらちょっとしつこいのかなって思う人がいるかもしれないですね。いくらかこの揚げ物の油を呼び起こしてしまうかもしれないです。あー、レタスの香りが広がるね。大地の恵みだよ。じゃあ唐揚げはここまでにして、オリーブいきましょうか。塩気のあるオリーブの香りが覆いかぶさるような、そんなイメージです。こっちのオリーブの風味がどうしても勝ちますね。今日の2本のワインではトータルとしてはこっちのドメーヌ構成のワインの方が今日の用意したおつまみにはハマるかなっていう印象ですね。毎回毎回このチャンネルでは2本ずつ紹介しているので、どうしても飲み比べっていうところが出てしまうんですよね。そこはね、よくよく考えてみれば俺はそれを意図してなかったけど、この3品と合わせてみて、こっちがそんなダメかって言ったらそんなこともないんですよね。いや、気持ちよく酔っ払ってきたな。今夜はね、このまま俺はズブズブと酔っ払っていこうと思います。毎回毎回動画の終盤はろれつが回らなくなっている当チャンネルでございますけども、ロゼワインをね、画面の向こうのあなたに、そして画面の外の皆様にもっともっと広めたい、興味を持ってくれたら嬉しいな。本日の動画はここまでとさせていただきます。ロゼワインが好きな方、そしてロゼワイン超多度興味が湧いたような気がする方でも構いません。何卒俺のチャンネルのチャンネル登録と今後のご視聴をどうぞどうぞよろしくお願いいたします。そんで欲を言えばだけど、この雑貨屋ロゼちょこちょこっと拡散してくれれば嬉しいにゃー。ロックロール。オーライト。